2022年末でございます。今年あった私の大きな出来事といえば、1月に親父が死んじゃいましたっていうことが一番大きな出来事だったけど、今日はその話じゃないんだけれど、私の親父って右手が不自由だったんですよ。20歳の時にやんちゃでね、バイクブーンってってハワイ寄せしてきた車を避けようとして転んで右手の神経やられて利き腕が使えなくなっちゃったっていうのがうちの親父で、この YouTube で皆さんご存知の通り、まあ私割と手先は器用なんです。今日も着てますゴジラ T シャツ、こういうデザイン、バンダイさんのゴジラの造形とかやってるじゃないですか。私手先が器用なのはやはり林家の代々の遺伝でね、私の先祖は彫刻お仕事にしている、その世界ではちょこっと歴史に名が残ってるぐらい手先は器用な一家だったそうです、林家っていうのは。で、親父は右手が使えなくなっちゃったっていうのはね、本当人生が変わってしまったんですけど、だから私が生まれてきたんでしょうけど、で今年あった出来事、無事に私の映画キドラアローンが今年の秋に発売になりました。まあ いやせっかくだからちょっとゴジラのことも喋ろうか。まだ言っちゃいけないこともあるからほどほどに喋りますね。後になって1年後とかになって、だろ、だからあれがここにあったんだよとかさ、そういう話になるかもね。あんまり仮面ライダーに詳しくないけども、ここになぜか、仮面ライダーのチラシがあります。お口にチャック。そうじゃなくて、これの紹介をしたいんです。今日は特典映像に入っているキャリアアクションスペシャルについてでございます。海外の映画祭に出品したところ、受賞とノミネートを含み12巻でございます。なかなかの結果を出しました、この短編映画。もともとこの映画は海外出品のつもりで作ってたんで、ハリウッド、ノルウェー、イギリス、ロンドン、カナダ、パリなどなどたくさんの国で上映もしていただきました。残念ながら国内では上映されることなく、DVD のみの収録となりました。実はこの映画撮影したのが2017年という、まあ、5年も前だったんです。で、5年前に撮影して制作を1回中断してると、ダメだ、面白くないわってことで、私がね、皆さんすいません、一回止めますと、この作品を。なんで止めたかっていうと、あんま言わないようにしてるんだけれど、実はこのキャリアアクションスペシャルの本当の主役は私じゃなくって、女の子、女子が、女優さんが主役だったの。私が降りてくれって頼んでもう降板させたの。ちょっとムカッとしてね、やる気あんのかお前はってちょっと言ってさ、そうそう、やると決めたら突っ走る女優さんでね、その人は。どっかでね、迷いがね生じると気持ちが後退してしまうような性格の方っているじゃない。それが悪いとは もちろん言わない。集中したらすごく突っ走れる子なんで、アクション指導してる時になんかね楽しそうにしてないし、なんでそんな感じなのって僕は聞いたら、実はちょっともう役者はちょっとっていう風に言ってたから、もうそれを聞いたその日に悩んで、もうやめようかって私が、もう今から撮影が始まってその気持ち で長編映画にしようとしてたんで、キャリアアクションスペシャルはこれからまた映画館でも上映するし、まあなんとかね、また DVD 化だとかそこまで持っていくまで時間がかかると、この中途半端な気持ちじゃやってらんないわってことで、僕はもうごめんなさい、ちょっとこの作品はもうなしにしようって一回作品そのものを止めたんだけど、撮影スケジュールも全部組んであるから急いで脚本を変えて、もう俺が主役やる。8割型撮影を終わらせたんですけども、1回編集して50分ぐらいあったんですけど、まあ1回ちょっとオクラじゃないけどオクラの入り口ぐらいまでね1回置いといて、でそのなぜ魅力を感じなかったかっていうと、まず主役が私がやってることに対する疑問ですよね。アクションっていう点ではそれなりに見せられるものは演出できるんですけれど、個性ですかね、パッと見のビジュアルの個性が薄い。まあ私がめちゃくちゃイケメンとかだったらまだいいのかもしれないよ。中途半端だろ。戦ってる敵役、まだ見てない方いると思うんですけど、戦ってくる、そこに出てくる敵もなんかよくありがちっちゃなんだけど、よくありがちな黒ずくめのブラックマスクをつけた人たちと戦うと。デザイン、映画はグラフィック作品ですから、グラフィック作品としてのビジュアルの面白さがちょっと薄いなってことで一回止めたの。ですぐに企画を練り直して、同じキャストで今度はビジュアル面をもっとこう豊かにしたキドラ・アローン、ビジュアル、こういうビジュアルにしたわけですよ。これもキャリアの中でも使ってたブラックマスクだけど、これもちょっとリメイクして、森田雄介くんにつけてもらって、これがお母さんの方ね、ちょっとこの辺の顔もねちょっとデザインをし直して、でリペイントしてこういうマスクにしました。キドラ・アローンとこのキャリアアクションスペシャルっていうのは同じ共通点がたくさんあります。まずキャストが被ってる、出てくる小道具が被ってる、そして、ロケ地が被ってます。キャリアアクションスペシャルでやったいいとこ取りをまたキドラアローンでやってるんで、カメラアングルが
ほぼ同じものであったり、アクションに関してもキャリアアクションスペシャルであったアクションプランをキドラアローンでもまた同じように同じことをやってるんで、キャリアアクションスペシャルはあくまでもプロトタイプとしてキドラアローンだけど、まあデータはパソコン内に入ってるから時々ね見ちゃうんですよ。であの時頑張ったなって思いが残ってると何らかの形で一応表には出しておきたいなと、50分のものをダイジェスト映像として YouTube で公開しようかなって思ってたんですが、意外とねストーリーになってるからちゃんと多少喋ってたセリフももう全部カットして、アクションの部分もちょっとこれはぎこちないなってところも全部カットカットカット。キャリアっていうのは日本語で運び屋です。でこの運び屋っていうタイトルを分かった上でセリフが一言もない12分に凝縮したアクションがメインとなってる、このストーリーを大体世界の人分かるんですよ。タイトルが分かれば一体この男は何を運んでるんだろうと、このバッグの中に一体何が入ってるのか、お金が入ってるんだろうか、ガンとか銃の武器がいっぱい入ってるものを運んでるのか、一体その中身は何なのか、その辺のストーリーとアクションでなんとかこう世界共通で分かっていただけて、たくさん受賞ができました。約20箇所の映画祭に出品して、で、まあ、結果が伴って10以上の受賞ができたんで良かったなと思いました。本当にキドラアロン見た人でよくストーリーが難しいっていう人が時々いますけど、多分5年ぐらいしたらそんな難しいストーリーじゃないですよ。人間は未来に進んでるんじゃなくて、実は過去に今影響を与えてることだってあるわけ。今考えたから過去にあるものが変わったっていう考え方っていうね分かる人は何が言いたいか分かるでしょ。今もうちょっとすれば皆さんだんだん理解すると思うんで、キドラアローンも長く愛してください。アクションがまあさらに良くなってるんですよね。キャリアよりも実はキドラアローンの方がワンカット長回しが多いっていうところが魅力の一つ。カット割りをしてるシーンと狙ってるテーマが違いますから、私がその映像の中で表現しようとして林監督の独りよがりだって思ってるかもしれないけれど、半分は私のやりたいことでも半分は見た側のためになるってことを考えてやってます。今皆さんが理解できなくてもいつか分かってくれる、いつかためになるって思いで作ってますから、それが自主で作ってる私がやりたい映画ですから、画が強くなってすいません。要するにキドラアローン、あらゆるネットショッピングサイトから、購入することができますので、皆さん買ってほしいという思いです、私が。ということで、この辺で終わろうと思うんですけど、ここまで見たゴジラファンの方、自分の作品ばっか紹介ですいません。来年のゴジラとりあえず後ろ向いておきますねわかるかな。こちらはまだ2022年でございます。今年も1年ありがとうございました。チャンネル登録してくれた方、これからもよろしくお願いします。もっと面白くできるように頑張ります。もっと研究していきます。林和義でございました。